みかんの SKE48 研究会 YouTube ショールームをご覧の皆さん、こんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート25っぱのみかんです。この番組はみかんの大好きな SKE48 さんについてお話しする番組です。今日は第16回目の配信になります。ということで、このね、背景もちょっと変わったですけど、気づきましたか？あのプロデューサーがね、あの DIY して壁をいい感じにしてくださいました。じゃあこれちょっとこれも貼りますね。はい、ショールーム見てくれそうな方ありがとうございます。コメントも読みますね。ありがとうございます。ペンキチさん、タクちゃん、フランスパンさんは初めましてかな。おはみかんです。ヒロシンさん、おはこんにちは、ありがとうございます。ということで、今日のね、みかんの T シャツ、着てきた T シャツは、本当は今日まきちゃんの今年のね、生誕 T シャツを着てこようって思ってたんですけど、ちょっとね、残念ながら手に入れることができずに、あのちょっと手に入れる方法を知ってる方教えてください。本当にあのもうネットでもすぐソールドアウトになっちゃってて、で、なんだっけ、劇場でも販売あったんですけど、その日ライブで、ね、買いに行けなくて、なんでね、この2017年のまきちゃんの生誕 T シャツを着てきました。似顔絵が書いてあるやつです。今年の T シャツはすごい、もうまきちゃんカラーのザ、もうこの黄色、原色の黄色で、なんかスマイル2個、25歳にまきちゃん今年なるんですけど、その2個、25でニコニコっていうことで、そのスマイル、ニコちゃんマークがたくさんついてるデザインになってるんですけど、ほんとちょっと手に入れられなかったんで、ちょっと教えてください。で、このみかん、これファンの方にいただいたやつなんですけど、これはあのみかんの似顔絵をフェルトで作ってくださいました。なんかこれと似てるじゃん、だから一緒にちょっとあの共演したいっていう意味も込めて、一緒にこれもつけてきました。めっちゃ似ててすごいなと思って。この帽子はあのみかんたちが着てる水色の衣装で、みかんいつもここに、こっちかに帽子をつけてるんですけど、それを再現してくださいました。ありがとうございます。たかりんさん、こんにちは。こんにちは、みかんです。ありがとうございます。フランスパンさん、今年はそう、ニコ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 です。ということで、今日は、みかんが参戦した5月29日の SKE ビンゴプレゼンツ SKE48 コンサート炎の関東ツアー2019、皆さん長らくお待たせしました in 名古屋国際会議場センチュリーホールについて、めっちゃ長い、についてお話ししたいと思います。行かれた人いますか？みかんは昼の部に行きました。で、席はあのもう天空席でした。3階まであるんですけど、センチュリーホール1、2、3、3階まであるんですけど、みかん3階の、後ろから3列目で、下手から3番目、後ろから3番目の下手から3番目っていうね、感じの席に座りました。で、みかんの座ってたとこの目の前が通路になってて、で、その下手の方が扉があったんですよ。だからもしかしたらメンバー来るかなって思いながら、あの期待しつつあの参戦したんですけど、で、その会場、あ、ライブ始まるまで待ってたんですけど、その会場の両側に SK48 っていうライトで照らし出されて、文字を
浮かばせてただと思うんですけど、そういう文字がね両側にね書いてありました。でその時はマキちゃんと、マキちゃんが前握手会で着てたピンクのワンピースのお揃いのやつを着て行きました。あのワンピース本当にあの大好きで、いつもじゃない、最近よく着てます。でも長袖だからもう夏はねあんまり着れないかもだけど、たくさん着ていきたいと思います。じゃあ瀬戸利について、瀬戸利とかなんだろう、あの気づいたこととか、みかん的に気になったこととか感想とか話していきたいと思います。高根さん仕事やったから配信で、あそうなんですね、風流配信ありましたよね、夜の夜公演は。お疲れ様です。はい、最初の影アナウンスはあのこの今回のコンサートで最後だった、卒業前最後のコンサートだった高木ゆまなちゃんが影アナウンスをしました。で最初アナウンスかかった時にね、本当なんかうますぎて普通のアナウンサーさんかなって思ったんですよ。でなんかじっくり聞いてたら、ああれと思って、あゆまなちゃんじゃんと思って、で分かったんですけど、本当にね普通にね分からなくて、めちゃくちゃ上手でした。夢の国のよくなんかスタッフさんが言ってるような喋り方でユーモアある、すごい会場が なんかすごい笑ってましたね。めっちゃ面白かったです、ゆまなちゃんの喋りが。でその影穴終わって、でそこからオーバーチュアで1曲目「ファローはエメラルド」から、順番に曲が始まってったんですけど、その「ファローはエメラルド」で最初出てきたメンバーが出てきた衣装が、みかんがね今まであの握手会のイベントで衣装を試着してきたってその今までの配信とかでも話したんですけど、そのみかんが着た衣装と同じ衣装を、このねこの夏っぽい衣装を着て登場してきました。まきちゃんはこの袖じゃなくて、なんだろう、オフショルの感じだったんですけど、この形のメンバーもいたりして全く同じ衣装でした。でみかん両方このねズボンパンツバージョンも着たんですけど、みんなその時はスカートでしたね。すごい華やかでめっちゃ可愛かったです。こんな感じのやつ、これ結構前の衣装なんですよ、懐かしい顔が若い今より。はい、それで、パレオはエメラルドで、オキドキ、2曲目オキドキで、そのいつもねコンサートの煽りの担当の高柳茜ちゃんが、煽り担当の高柳茜ですみたいなことを言ってて、すごい盛り上がってました。本当ね茜ちゃんはね盛り上げがうまいなって思って、みかんも参考にしたいと思います。そしてオキドキで3曲目がコケティッシュ渋滞中、ここからがチームそれぞれのチームで歌ってました。チーム S がコケティッシュ渋滞中で、チーム E が前のめりで、チーム K2 が無意識の色で、このチーム K2 が歌ってた時にメンバーが赤色の景色を見せてくださいって言ってて、そのチーム K2 のカラーが赤色なんで、その赤色の景色見せてくださいって言ったら、もう会場がどんどんのサイリウムのカラーが赤色になってて、すごい綺麗でした。みかんもすぐペペペって書いて赤色を振ってました。で次全員出てきて
6曲目「12月のカンガルー」で7曲目「スタンドバイユー」でした。もうそれはもうほんとメドレーでもうバーってもう曲が6曲ん7曲目まで曲が続いて、で次 MC でしたね。で8曲目に「ハムレット」SKE 版ハムレットの出演メンバーがハムレットの曲を披露してくれて、本当ここで今回のそのコンサートで見れるって思ってなくてすごい嬉しかったです。もうねめっちゃ歌も上手で、そのメンバーが劇中の衣装で出てくれたんですけど、特にねもう古畑奈央ちゃんのなんだろう表現力とかパフォーマンスとか本当にね3階席からでもすごい目立ってね、めちゃくちゃすごいなって思いました。舞台とかみかんね行ったことないからね、まきちゃんのもね行ったことなくて一回舞台見てみたいなって思うんですけど、機会があれば行きたいなって思います。でこっからはユニット曲です。それぞれ選抜されたメンバーがあのいろいろ歌っていくんですけど、9曲目体育館で朝食を、10曲目誰かのせいにはしない、11曲目バズーカ砲発射、12曲目ザクロの実は憂鬱が何粒詰まっている、13曲目カナリアシンドローム、これはマキちゃんがあの、はい、あの歌ってました。で14曲目青春は恥ずかしい、15曲目は全員でビンゴでした。でもこれもねバーって続いてあの曲があの歌われたんですけど、でその後 MC で第1回歌謡祭っていうのがね開かれて、そこではメンバーの考えたミュージカルをその会場で披露していただく、披露してくれるっていうので、4組ね披露してくれたんですけど、1組目が 6D1 のギスギスしていた時代っていうねタイトルでやってました。で2組目が浅井優香ちゃんの届かぬ思いをやってくれました。で3組目のは山内すずらんちゃんと谷まりかちゃんで大場美奈を見習えでした。で4組目これはねびっくりしたんですけどね、ストロベリーパンチが完璧グーの音を歌ってくれました。でこのねあのミュージカルはテレビでやってた SKE ビンゴとほとんど同じやつだなって思って見てたんですけど、でも実際にテレビ上画面越しじゃなくて実際に生でその演技とかが見れたからめっちゃ嬉しかったなって思いました。でその 6D1 のやつでりょうはたんがねそのセリフをね忘れちゃったのかな、でなんだっけって言ってメンバーに聞いてたところがすごい可愛くてめっちゃ面白かったです。でゆうかたんのソロのやつはなんかサイリウム、ゆうかたんはね重いっていうのでねあの有名なんですけど、あのサイリウムカラーが変えられちゃったりした時のなんか切ない表情とか歌い方とかがすごい上手でなんか愛おしいなって感じました。でランランとタニちゃんのは本当にねスケインビンゴのテレビで見た時からもうめっちゃ面白くて、もうあの巻き戻しして何回も見るぐらい本当に面白くて笑ってたんですけど、やっぱね会場で見ても本当にもう何倍も面白くてめちゃくちゃ笑っちゃいました。特にランランがあのなんかキレのいい動きとか表情とかがすごい面白くてもう最高でしたね。めっちゃ面白かった。なんかその2人本人たちも緊張で夜な夜な練習してたとか言ってて、
もうこれが一番緊張するって言ってました。でもすごい本当に会場も笑ってたし最高でしたね。その場でミナルンも見てたんですけど、ミナルンもすごい爆笑しててもうこれはすごい良かったです。で最後のね、ストロベリーパンチの2人がね出てくるとは思ってなかったから、もう会場中どよめき、すごい喜びの声が上がってたし、そのテレビではね、そのストロベリーパンチはなかったから、今回ね出てきてくれて、ミコッティが今回その卒業前のコンサート最後で、もうストロベリーパンチとしての出演も最後だったから、すごい見れて嬉しかった。初めて見たから、そのストロベリーパンチの2人、あの衣装もね本当にイチゴで可愛いしね、その2人はその舞台裏とステージ上でのキャラが全然違うっていうのが、あの売りっていうか、そのコンビの特徴なんですけど、でそうね、ブリブリのアイドル、もうザ・アイドルのピンクの衣装を着るのがミコッティはその最後っていうことで、なんかすごい嬉しそうにしてたんですけど、裏ではね。でステージになったらもうなりきって、もうなんかなりきってやってたところがすごい面白かったです。で完璧グーの音をね歌ってくれたんですけど、そのね、なんかスタンバイして、で曲が始まるんですけど、そのスタンバイして曲が始まるのがちょっと遅かったみたいで、それにあのゆずきちゃん、そのストロベリーパンチの中ではゆずずって言うんですけど、ゆずずがあの突っ込んでて、あれ曲、あれなんで曲始まらないのみたいなことを突っ込もうとちょっと喋ったら始まったんですけど、でそれでなんかやらかしたみたいなことを言ってたんですけど、でもそのそれもミコッティはうまく対処して面白い空気にさせてたとことか、本当ミコッティはね MC とか上手だし、その喋りとか回し方がうまいなってもう改めて思いました。 YouTube ありがとうございます。コメントおはようございます。ファートボーヤさんありがとうございます。釣りガール動画からチャンネル登録しました、ありがとうございます。釣りまだねちょっと実践まだしてないんですけど、ありがとうございます。チャンネル登録、ゆうかたん初選抜おめでとう。そうですよね、すごい詳しいんですね。スケイファンですか、ファートボーヤさん、ね、読み方合ってんのかな。そう、ゆうかとミコッティピンクにはねそうだね、ミコッティほんと大人っぽいから、あれリバーズダラミラマラマ読めないよー。おーそのえ It's so sparky I like your hair。 あ、髪が好きですか、センキュー。ルックキュート。オウ。ゼイ。レリー。チャンス。ザ。バック。グロード。グラウンド。バックグラウンド。どういう意味だっけ、バックグラウンド。ありがとうございます。I like your hair っていうのだけわかります。ちょっと簡単な英語しかわかんない。たくちゃん、ストロベリーパンチの衣装をタルトが着てました。もう本当ストロベリーパンチの衣装はもうザ・タルトですよね。もうまさに全部イチゴだからね、絶対似合う気がする、着てほしい。あきさんありがとうございます。こんにちは、岐阜県のご当地アイドルルート25っぱのみかんです。ぜひ YouTube やってるのでチャンネル登録とかショールームも
ルームフォローとかよろしくお願いします。はい、そして、その MC が終わって、でショールームで発表されたニュースについてお話ししてくれました。皆さんも知ってると思うんですけど、全国ツアーの再開と、25枚目シングルのリリースと手をつなぎながら公演の再演の3つの、ニュースが発表されたんですけど、それについてメンバーが話してくれました。今回ね、なおちゃんがセンターということで、初めて古畑奈央ちゃんがセンターで本当にびっくりしたし、本当すごいなって思って、どんな曲かなってすごい楽しみです。奈央ちゃん本当歌うまいし、さっきも言ったんですけどね、本当すごいなって思うから楽しみです、めっちゃ。で、16曲目はチキンライン、これはまきちゃんのセンターでした。で、この曲が始まる前にその音楽だけ、曲、歌は歌わずの曲だけが流れて、そのメンバーがいろいろ、ステージが2つあったんですけど、今回ちょっとた高いとこと低いとこ、低い、あったんですけど、そこでそれぞれ音に合わせてかっこいいダンスをしてくれて、そっからの、あ、落ちた怖い、びっくりした、粘着力が、これも落ちそう、でもまた落ちるかもしれない。はい、で、そのかっこいい音楽が流れてからのチキンラインで、ほんとチキンラインはダンス曲でもうかっこいい曲なんですけど、それでもうまきちゃんセンターでめっちゃ嬉しかったです。で、みかんほとんどあのてか双眼鏡を持ってくのを忘れて3階から肉眼で頑張って見てたんですけど、あのその曲かっこ今、16曲目のチキンラインとかのかっこいいダンスの時はモニターがなくて、あのメンバーがね踊ってるとこを見てたんですけど、そこではあんまり分かんなかったんですけど、みんな同じ衣装だし、もうかっこいい系の黒いキラキラの衣装で踊ってたから、そのダンス踊ってる時は分かんなかったけど、チキンラインの時はもうすぐまきちゃんのことを見つけて、あー、まきちゃんセンターじゃんと思って、ずっともう目で追って見てたんですけど、なんかね、ジャンプとかする時とかもう人一倍本当高いジャンプだし、なんか隙があればターンしたりかっこよく決めたりして、本当ね上手だなって思って、もう3階からでもすぐ分かるまきちゃんのダンス最高です。で、その次は17曲目、またかっこいい曲続きでエスケープで、18曲目、恋を語る自然になれなくてで、19曲目ピノキオ軍、これはまきちゃんが登場歌ってたんですけど、そのまきちゃんのねすごいね、ドスの聞いた声がすごい響いてて、すぐまきちゃんいるって気づいて、その声で気づきましたで、次20曲目ゴナジャンプ、この曲でね会場内にメンバーが来てくれたんですけど、ミカの3階席にもメンバー来てくれて、そのミカが予想してた下手側の扉から急に登場してきて、めっちゃびっくりしました。いつ来るかなってずっと思ってたんですけど、でもなんかライブ中見てたら、なんかカメラ持ってきたスタッフさんとか来てコードとか巻いてたから、あ、もしかしてこれ来るかなって思って若干期待してたら、その20曲目のゴナジャンプでブワッて急に来ました。で、3階に来たのは松江ジュリナちゃんと福士奈央ちゃんと内山美琴ちゃんと末永岡ちゃんと深井願いちゃんが来てくれたんですけど、で、ジュリナちゃんと目が合って、なんかね、口パクでね、なんかね可愛いって言ってくれた気がしたんですけど、そう、めっちゃ嬉しかったです。
ジビナちゃんと見てくれて、あとシェーナがオオカちゃんもね、あの何回か目があって見てくれて近くにいてくれました。で、で21曲目夏よ急げで、22曲目神様は見捨てないでした。それはきっとき、ま、勘違いじゃないと思う。本当にそう、本当にしっかりね口でなんか、うん、可愛いって言ってくれた気がして、うん、ちょっとそんな自意識過剰はちょっと、まあどうだろうあ、勘違いじゃないということでめっちゃ嬉しかったです。ジュリナちゃん、ジェイ、はい。そしてアンコールの、1曲目はチャイムはラブソングです。で、2曲目逆上がりでした。で、そのこの逆上がりっていう曲で、その足踏みをねしながら結構踊る振りが多いんですけど、その足踏みがすごい、まきちゃんはね人一倍もう足が上がってて元気で、うん、さすがだなって思いました。でも本当元気楽しそうにね踊ってるのがね、もう感じ3階までね伝わってきました。で、その曲の途中のサビでメンバーが今なあ、急に曲がね止まったんですよ。普通に曲流れるところで、で曲が止まって、今なちゃんは普通にねリハーサル通りに逆上がりってやるから、さって言ってて、でメンバーが「ゆまな」って言って、それに合わせてメンバーが「ありがとう」ってね、サプライズでゆまなちゃんにあの感謝の言葉をかけてたんですけど、すごいそれに対してもゆまなちゃんすごいね泣いてたし、そっから会場もねゆまなコールでね温かい雰囲気でした。ゆまなゆまなって。で、このアンコールでメンバーそれぞれ SKE って書いてある T シャツで、なんかそれぞれアレンジ、肩切ったりしてアレンジして、でデニムのパンツとかを履いてたんですけど、そのマキちゃんが着てたデニムにつけてたベルトで、いつも捨てたオレンジ色のベルトをしてたんですよ今回も。それね、前もね多分配信行ったけど、多分実際に多分持ってこなかった、その時はベルトみかんしてなかったのかな。今回ね実際にしてきました。このこれと同じ、全く本当にね見たら同じだったんですよ。これと同じまきちゃんはオレンジ色をしてました。これはねあの大須にあるスピンズさんに売ってるので、ぜひよかったらみんなも買ってみてお揃いにしてみてくださいそう、みかん本当に普通にねたまたまあの赤色を普通に買って、でそしたらその後のコンサート DVD とかで見てたら、あれと思って、なんか みかんも持ってるやつじゃないかなって言って、よく見たら本当に同じやつで、なんか運命を感じましたはい。でアンコール3曲目は手をつなぎながらでした。でこれで終了ですね、昼公演は。で感想としては、今回のねそのねコンサートに参戦した感想として、センチュリーホールのライブ見るのは前回が SKE のリクエストアワーっていうのに入ったんですけど、そこから2回目だったんですけど、そのリクアワの時は1階席の真ん中の後ろらへん、後ろに通路があったんですけど、その1階席だったんですけど、今回は天空席ということで、全然ねなんか景色とかが見える景色が違いましたね。でもやっぱ上からだともうステージ全体が全部が見えるんですよ。だからもうメンバーの動きとかフォーメーションとかもめちゃくちゃはっきり見えました。もうなんかでも人数多いのにあんななんか立ち位置とか
すごいめっちゃしっかり綺麗だったし、覚えるの大変だろうなと思って、めっちゃ綺麗ですごいなって思いました。ダンスもね、やっぱね、大勢でね揃ってるとめちゃくちゃ綺麗で感動しました。で、双眼鏡ね持ってくのね、忘れて、もうずっと肉眼で見てたんですけど、最初ね出てきた、全員出てきたんですけど、最初出てきた時は、そう、マキちゃんとこかなって言ってめっちゃ探してたんですよ。だけどわーって全体見てたら、なんかね踊り方で分かって、マキちゃんを、でそっからずっとずーっと追ってました。で、いつも劇場公演で見るときは、だいたい、まあ一回なんか後ろらへんの時もあったんですけど、だいたい運が良くて、まあ近くでね見ることが多い、ありがたいことに本当多いんですけど、だからその近いとやっぱそのメンバーの表情とかを見ることが多いんですけど、その今回ね席が遠かってから表情はねそこまで、はっきりはね見にくかったんですけど、なんでね動き中心にライブ中見てて、マキちゃんのダンス本当キレがあるのはもうもちろんなんですけど、そのキレのいい中にも一つ一つすごい丁寧に、一つ、動き、ダンスの動き一つ一つ丁寧に動いて、音を感じながら動いてるなっていうのをすごい感じて、みかんも参考に、していきたいなって、パフォーマンス磨いていきたいなって改めて思いました。そう、なんかところどころもジャンプしたりターンしたり、そのオリジナリティもオリジナリティも、すごいなって思うし、自分のものにしてるなって感じました。でね、今回その3階席はね本当初めてだったんですけど、でもねこれはこれですごい楽しむことができたし、なんか新たなマキちゃんの魅力とか SKE のパフォーマンスの一体感とか感じられて、感じられてすごい楽しかったなって思います。でね、そのメンバーもね、ジュリナちゃんたちも近くに来てくれて、目もアイコンタクトもできたし、めっちゃ嬉しかったです。満足です。たかりんさん、マキコは存在だけでわかる。そうですよね、ほんと存在、大きい存在ですね、マキちゃんは。って感じです。で、今回コンサートで「チャンス玉」っていうのがありまして、企画かな、企画っていうんですかね。で、チャンス玉っていうゲームがあって、それはなんかボールを、なんか穴があるんですよ、平らなところに穴がいっぱいあって、でそのして、ここの穴に入ったらなんかの得点がもらえるよっていうゲームがあって、そのなんだっけ、1回500円で。で、その漏れなくメンバーのステッカーがもらえるっていうので、で挑戦したいなって思ってたんですよ。だけどみかんが会場行ってその様子を見に行ったんですけど、なんかもう5等ぐらいまで出ちゃってた、7等まであるんですけど5等までも出てたみたいで、ああどうしよっかなと思ってちょっと諦めて、その終わってからやろうかなと思って、その昼の公演終わってからやろうかなと思って。いや、普通にね、そのステッカーが欲しかったなっていうので、そう思ってたんですけど、でもライブ、昼ライブ終わって並ぶ列がねあったんですよ。で並ぼうと思ったら、めっちゃ本当にもう予想以上の長蛇の列で、うわ、こりゃもう1時間2時間もう何時間待つんだろうと思って、いやその後もいろいろ行きたいとこあったから、もうやりたかったけどちょっと諦めようって思って、やめたんですけど、
ちなみにそのチャンス玉で当たると7等は SKE ビンゴツアーを思い出すご当地ギフトセットが当たります。で6等は SKE ビンゴコンサートの裏側を激写ランダムメンバーチェキで、5等は帰宅時の混雑解消タクシー券で、4等がトロッコプレミアムシートチケット優先券で、3等推しメン生誕祭チケット優先券で、2等 SKE48 劇場100発98抽券1等最前列チケット優先購入券ということでね、こんな感じだったんですけど、普通に難しそうだなと思って、でもみかんがどんな感じかなって見たかったんで見てたら、目の前で当たってる方がいて、おおすごいと思って拍手しちゃいましたでそのライブ終わった後もそのチャンス玉の列と、撮って出し写真って言って、その日のメンバーの ライブ後の写真がもらえ、あの買えるよっていう列があったんですけど、撮って出し写真もねめっちゃ欲しかったんですよ。で本当に並ぶつもりだったんですけど、もう同じぐらいもう本当に行列で、諦めました。思い出はねちょっと心の中にしまっておこうということで、諦めやめて、その後いろいろあのパネル工事パネル見に行ったり、マキちゃんとマキちゃんも行ってたそのツバメパンっていうカフェに行ってきたりしたんですけど、それツイッターにも写真載せてたんですけど、それについてはまたあの来じゃない今度次回お話ししようかなと思います、詳しく。あと前チリウシにライブ行った時のあのチリュッピっていう北川涼波ちゃんのあのやってるチュリッピもあのグッズとか買ってきたので、それについてもお話ししようかなって思ってます。はいですねって感じです。はい、今日はそんな感じで、あんまりねいっぱいね詰め込みなんかそのたくさん話しすぎてもねと思うんで、またその聖地巡礼行ったこととかはまた次回お話しします。ということで、あと最後にじゃあ最後にあの告知をしたいと思います。明日6月1日明後日6月2日の2日土日は、岐阜県の大垣でライブがあります。大垣明日の土曜日は大垣芭蕉楽市っていうところでライブがあるんですけど、ステージの前にいつもはだいたいライブステージあった後に物販があるんですけど、今回はステージの前に物販があるということで、物販は12時半だったっけな、12時半ん？ちょっと待って、そう12時半から1時間ぐらいあります。そしてその後の2時20分ぐらいからライブがあります。みかんとタルトで出ます。でね、その次の日は日曜日は、大垣駅の北側ですか、どっち側の駅、北大垣駅の北側、東側ですに、もう通りが長い通りがあって、そこがもう商店街屋台とかいっぱい並んでるんですけど、そのメインステージ新大橋ステージっていうところで14時半からステージあります。同じくらいの時間ですね両方とも。
で、これも前物販です。普通にね、屋台とかたくさん、両方とも2日間ともね、屋台も食べながら楽しめるし、いろんな他にイベント、ステージイベントとかもたくさんやってるので、ぜひ見るのは自由ですので来てください。ぜひ、パチパチ、ありがとうございます。チータンさん、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして、岐阜県のご当地アイドル、ルート25っぱのみかんです。ぜひツイッターとかフォローしてくださいね。たかりんさん、大垣インターから近いの。え、大垣インター近いですか？インター、うん、インター、わ、ちょっと遠いかも。大垣駅からすぐです。電車で来たら、うん、すぐ着きます。ぜひ来てください。ステージ時間も30分というね、すごいたっぷりな時間をいただけたので、たくさん踊れる、踊るので、ぜひ見に来てください。星もありがとうございます。チータンさん、ツイッターはフォローしてるのでよく、ありがとうございます。ぜひリプ してくれたら、ちゃんとリプ返すので、ありがとうございます。見てくださって、なんとかいけそうかも。本当ですか？イエーイ、待ってます。明日明後日両方来てもいいですよぜひ来てください。明日明後日、まあ、そんな暑くないかな、めちゃくちゃ暑くはないかな。だけど野外なんでね、水分補給とかタオルとか水分とかね、しっかりとって、うん、一緒に楽しみましょう。待ってます。物販もぜひ来てください。お話しましょう。 SKE トークとかたくさんしましょう。はい、ということで、今日の配信は、このみかんが参戦したコンサート炎の関東ツアーについてお話ししました。高井さん、明日は無理っぽいけど明後日なら、本当ですか、待ってますね。ありがとうございます。絶対来てくださいはい、ということで、これで終わりたいと思います。ぜひ皆さん、チャンネル登録とか、グッドボタンよろしくお願いします。見てくれてありがとうございました。ということで、以上、岐阜県の、今来たばっかありがとうございます。じゃあこれね、YouTube AME チャンネルの YouTube にすぐアーカイブアップされるので、ぜひ見てください。お願いします。ということで、以上、岐阜県のご当地アイドル、ルート25っぱのみかんでした。ありがとうございました。バイバーイ。